今月の原発いらない金融行動を始めていきたいと思います。特に3月11日を迎えましてですね、13年目の 3.11 を私たちはやはり原点に帰って原発いらないという声を今日思いっきり上げていきたいと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。それでは最初にコールから始めていきたいと思います。それではコールお願いします。原発なくせ、原発なくせ、核燃やめろ、核はいらない、地獄地震の国で原発やるな、動いてる原発今すぐ止めろ、止まってる原発そのまま入ろう、能登震災の警告受け取れ、原発はなくすしかない、地震デッドの原発なくせ、日本中の原発全部入ろう、原子力災害あってはならない、地震付きの原発全部入ろう、原発リスクを押し付けるな、愚かすぎる原発やめろ、命の尊厳奪うな、原発推進狂気の沙汰だ、福島を忘れるな、終わったことにするな、原発を終わらせろ、原発依存は滅びへの道、原発推進は犯罪だ、原子力発電永久に止めろ、愚かな政策取り下げろ、愚かすぎる原発核燃サイクル政策を撤回し、すべての原発を灰色にしろ、はい、どうもありがとうございました。続きまして自己委員会から注意がありますか。はい、今日もお疲れ様です。今やはりたくさんの方がお家へ帰られる帰宅時間ですので、ここの通路を確保するのをよろしくお願いします。写真撮るとき特に塞いでしまうことがあるので、通行人の妨害にならないようによろしくお願いします。ここのコーンがなくなりましたので結構皆さん立っていやすいと思いますのでよろしくお願いいたします。今日も元気に頑張りましょう。はい、よろしくお願いいたします。それでは、お待ちかねの、鎌田聡さんの、アピールを受けていきたいと思いますので、この辺で
どうも皆さん、ご苦労様です。もう事故から、13年、経ちました。それでも緊急事態宣言は解除されていない。むしろどんどん原発の危険性が、伝わっていき、だんだん危険になっている。あちこちで地震が起こってきている。これは原発が作られる頃、60年代後半の頃にはこれほど日本が活断層が、発達しているというのは、ほとんど知られてなかった。もっと、意識的に活断層を、短く発表したりなんかしてましたけど、しかし実際活断層をきちんと、研究されていなかった。東大の地震研でさえ、今のほど活断層を発見していなかったということがあります。まして日本は、プレート、海底のプレートの上に乗っている島でして、日本だけでも原発は作っちゃいけないという国だったはずです。それをなんと中曽根康弘がアメリカに行って原発を押し付けられてきた。原発やるぞっていう、そして初めての原発予算を作ったっていう、そこから始まっています。つまり、原発マフィアっていうのは、発生してきたわけですけど、とにかく原発の金をどんどん使って産業が肥大化していくというふうに、なってきました。まあ東芝は今、本当に、解体、寸前になっていますけど、とにかく電機メーカーが儲かっていく、電力会社が儲かっていく、関連産業が儲かっていく、ゼネコン土建産業が儲かっていく、儲けのために原発を作ってきたというのは紛れもない事実です。まあ細かいこと言ってるときりがありませんけど、地方自治体にも国からどんどん原発の交付金が、降りていった。そういうふうに原発は、電力、旧電力が儲けのためにやってる。そしてユーザーである消費者である僕たちが原発は危険だからやめろと言っても、なんとその供給者の方が原発をやるぞと言ってる。本末転倒した、政策になってます。我々は原発は危険だからもうやめよう、やめてくれって言ってるけど、電力会社は原発を再稼働するぞ。どうしてかというと儲かるからです。膨大な金で設備投資した金がこれから開始していく、そういうことですね。だから地域に原発ができたのはほとんど交付金とか買収です。次回の議員たちの買収、現金の買収ですね。例えば六ヶ所村選挙の時にも現金を配って歩いてきたのを僕はよく見て知っているわけです。そういうふうに金付けでやってきました。しかしそれは安全だ、安心だ、安定してるという嘘をついてきました。しかし実際は原発は最も危険で高くて安定不安定であるという存在がはっきりしたわけです。とにかく原発を私たちは止めていかなきゃいけない。どうするんですか。これから地震があった時に逃げ場がない、そして廃棄物も廃棄する場所がない、世界的にもないわけですね。まして日本をどこに捨てるんですか。そういうふうに全く理論的にも実質的にも解決していない。それでなおかつ原発を強行する、こういうふうな自民党政権は本当に倒すしかない。今軍事拡大のために軍需メーカーに金をどんどん配るようにしている。そして原発推進のために国家予算をどんどん流してきた。それが破綻してきたわけです。そしてなんと今逆に再生エネルギーを止めて原発を稼働させる。つまり再生エネルギーが、電力が増えてくるとそれを減らして原発を再稼働させるという、そういうめちゃくちゃな政府になってます。とにかく安倍以来、いや安倍の前からですけど、自民党は原発と軍備によって、裏金によって政権を維持してきたわけです。
その犠牲になることは後々たちはない。原発の危険性というのは単に物理的に危ないということじゃなくて、地域社会を壊していく、民主主義を壊す。原発はとにかく地域の民主主義を壊して建設されてきました。原発を建設するために議会工作に金がばらまかれる、そういうふうなことをずっとやってきました。例えば住民を原発視察という形で、ほとんどの人たちを先進地視察といって原発のあるところに連れてきました。そういう買収工作で原発は作られてきた。それをとにかく私たちは民主主義のために、そして平和の国を作るためにも原発は絶対認められない。20日にも代々木公園で大集会が開かれます。松本博も来ます。それから沢内久恵さんも落合恵子さんも来ます。それから各地域から、住民運動の人たちが来ます。とにかく代々木公明を埋め尽くしてデモンストレーションをやって、原発は絶対認めない、もう少しで潰そうというふうな形で頑張っていきたいと思います。皆さん頑張っていきましょう。どうもありがとうございました。鎌田さんは、新聞でもこの行動を、紹介していただきまして、この3月一緒に、声を上げていきたいと思います。それでは、3分スピーチに入ります。3号車の柳田です。3月11日、当選の13年目で、3カ所で行動を行いました。日本原電で200名、東京電力本店前で300名弱、そして経産省テントでも200名弱、3つ合わせると700名近くは原発再稼働を許さない、このことで大きな声を上げました。合わせて原発、原電と東電の半端の2割程度を能登半島の皆さん、特に20数年前原発反対で頑張った皆さんに送る、そういう形でカンパもたくさんいただきました。ありがとうございました。そういう形で再稼働反対を3月11日3カ所で頑張ったわけですが、今日は同時に先ほど皆さんにお壊れしましたガザの問題も合わせて関心を持ってほしいと皆さんにビラをお配りしました。一つは1枚のビラですが、バケツを差し出す小さな手、ガザの少年が家族のために一生懸命食料集めをしている写真が載ってますね。その2番目はイスラエル軍が国連の食料配給センターを攻撃した、5人ほど殺されたと言ってます。国連の食料配給センターをイスラエル軍が攻撃をしたと。しかも国連が経営しているガザのたくさんの学校150以上が攻撃されて、死者は400人ぐらい出たと。この間続いているので、私たちはイスラエルのこういう攻撃と、そしてそこで犠牲になっている人たち、そして飢えが迫っている人たちのことを忘れられません。お配りしたミラの1、2、3番目数字の3が打ってあるところで、ガザ出身の国連の難民事業センターの元方が述べております。日本が教育や医療改善に出しているお金がどれだけ使われているか、ぜひイスラエル、ガザの人たちも心に留めてほしい。私たちはパレスチナの皆さんをのそばにいる、あなたたちを見捨てないというメッセージを送って、こういうふうに言っています。日本政府がガザへの出資金を取り消すとかけしからんことを言っておりますが、こういうことを岸田内閣のこういう悪い政策をやめさせて、ガザにおける食料配給センター等をぜひ届けて、お金でも実践的にも支援して、
ジェノサイドと言われるようなそういう事態をどうしても防ごう。ガザで行われている250万の数十万が飢餓に直面している。この問題についても私たちは日本での原発反対運動を同時にガザそしてパレスチナのことを考えて一緒に運動していきたいな、そういうふうに思います。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。どうもありがとうございました。パレスチナの食料を断つ判断をしたのも岸田政権です。原発を進めているのも岸田政権です。共に戦っていきたいと思います。続きまして、はい、木村です。能登半島地震で地震の問題そして、避難の問題どちらももっと全部作り直さないといけないということを皆さんここにいる方は意識していると思うんですが、残念ながらそれがそうじゃない方向で動いていることをお知らせします。一つは、おとといの原子力規制委員会定例会議で、地震についての仙台の評価について、パブコメの結果を受けて、決定したんですが、そこの決定でなんと震源を特定しない地震動について、能登半島地震を考慮する必要ないと石渡が言い上がったんですよ。もう本当にひどいです。こんな状態で、それから原子力災害対策指針についてもご存知のように避難自宅退避できないその退避の問題だけをこれから1年かけて検討すると言いながら原子力災害対策指針を見直すつもりは全くないんですね。こんな状態で規制委員会が進んでいるということをもう一回皆さんに確認したいと思います。我々規制委員もっともっと進めないといけないと思います。そんな中で、一つ皆さん現実離れした住民避難計画と聞くと原子力災害だとみんな思うでしょう。だけどこれ実は半田茂さん東京新聞のですねが書かれてるんですが、沖縄あるいは五島で避難するときも五島から避難する人たちは、そのままそこ、すぐに逃げろとなってるんですが、それが全く現実離れしているということを半田さんが書いていまして、でそれはまさに PSZ と同じなんですよ。原子力災害対策指針の。ほんで沖縄本島の人はそのまま自宅退避してろということになってるんです。それが UPZ と同じだと。全く退避した状態、同じような状態で国民の命を全く守れないということがよくわかります。そのことをお伝えします。最後にですねちょっと自慢話で恐縮なんですが、NHK の ETV 特集の3月2日の報道ものすごく良かったのは多くの人が見てると思うんですが、それを私は NHK にも良かったぞと書いて、さらに東京新聞に反響欄クルーっていうんじゃない反響の欄です、そこに書いて今日の朝刊に載りました。それをお知らせします。 ETV 特集、傍聴と忘却、理の人が見た原子力政策、吉岡久志さん方、我々運動でお会いしたこと何回かあるんですが、もう亡くなりましたけど、その方を舞台にして、核燃料サイクルが破綻しているのにそれを続ける方向で議論をしている、それを表向きにはちゃんと議論しているような素振りをしながら、実は彼らはもうそれを続けることに決めていたということが明らかになる、ものすごい素晴らしい ETV 特集です。これまた見てください。そしてそれを私は踏襲して乗ったということをお伝えして、皆さんもぜひたくさんの声をあちこちに上げることが大事だということで皆さんもやっていただきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。避難計画ですね、本当に福島の人たちが何のために苦しんでいるのか、福島を本当に繰り返そうとしている姿だと思います。それでは飛び入りのコールをお願いしたいと思いますので、原発も自民党も許せんべいということで、それでは皆さんコールをいきます。どうぞよろしくお願いいたします。原発いらない、原発いらない、地震の国に原発やめろ、地震の国に原発やめろ、原発やめろ、原発やめろ、福島事故は終わってない、
島事故は終わってない。福島事故の責任を取れ。福島事故の責任を取れ。放射能を海へ流すな。放射能を海へ流すな。老朽原発動かすな。老朽原発動かすな。若さの原発動かすな。若さの原発動かすな。第二を動かすな。東海第二を動かすな。原発やめろ。原発やめろ。原発進める岸田さんもやめて。原発いらない。原発いらない。福島絶対忘れない。福島絶対忘れない。軍拡よりも災害対策。原発よりも災害対策。原発いらない。原発いらない。原発やめろ。原発やめろ。福島事故は終わってない。福島事故は終わってない。福島事故の責任を取れ。福島事故の責任を取れ。放射能を海へ流すな。放射能を海へ流すな。老朽原発動かすな。老朽原発動かすな。若さの原発動かすな。若さの原発動かすな。東海第二を動かすな。東海第二を動かすな。原発やめろ。原発やめろ。原発進める岸田もやめろ。原発進める岸田もやめろ。原発いらない。原発いらない。福島事故は絶対に忘れない。福島事故は絶対に忘れない。ありがとうございました。大変失礼いたしました。あ、どうもありがとうございました。それでは、毎度なんですが、大事なお願いがございます。今日朝方は暖かかったんで、今日の集会も少し大勢いらっしゃるかなと思ったんですが、やはり夕方になったら寒くなってきましたね。皆さんみんな平均年齢高いんで、風邪をひかないように頑張ってください。私からはですね、前園のことですけれども、皆さんに寒波のお願いをしたいと思います。この前もですね、100人に満たない参加者の中で、あったんですがね、3万円近い寒波が寄せられたということで、大変感激しております。これからもこの運動を続けるためにはですね、皆さんの大切な寒波でですね、運動を継続していきたい、こういうふうに考えておりますので、ご協力をお願いしたいと思います。で、私から一言申し上げます。今、日本の政府はですね、歌の方ちょっとはっきり言って原発は推進ですね、完全な推進で、なぜそういうことになってるかということは僕には一つよくわからないんですがね、やはり彼らは原発を動かすということがどういうメリットがあるのか、そういうことは考えてないんですね。やはり基本的には私は核兵器だと思うんですよ。原発を動かすことによるプロトニウムが生産されるんですが、その核兵器の原料になるですね、それをやはり提供しておきたい。今すでに、広島原発に、すればですね、7000発以上の原料が蓄積されてますが、やはり基本的には彼らはなんだかんだ言ってもですね、原発を原子力に、例えたいということは表向きははっきり言わないんですけど、本音はそこにあります。そのことをやはり我々は自覚をしてですね、運動をやっていきたいと、やっていく必要があるだろうとこういうふうに思います。
皆さん今日もご苦労様でした。歌の後メッセージよろしくね。はい、乾杯毎度毎度、お願いしておりますがよろしくお願いいたします。それでは菊池さん、歌の時間になります。はい、皆さん歌の時間です。 3.11、今15日ですから、13年前の今日あたりは本当に放射能、無駄な放射能を浴びながら避難している方々がたくさんいました。そんなことを思いながら福島を繰り返すのを歌っていきたいと思います。避難している方一緒に歌いましょう。私の願いはそれはささやかなもの、子供たちの笑顔がずっと続きますように。だから私の力はとても小さいけど、だけど決して無力ではないと信じているから、だから原発を止めよう。福島が今とんでもない事態になっています。自民党福島県議会自民党からなんと全国の小中学校に放射能は安全だと教育しろというそういう意見書を国にあげようとしています。とんでもないことを自己当該権から提案されています。そういうことに抗議する思いで今日も皆さんと一緒に水に流すのを歌っていきたいと思います。海を汚すなよ、水に流すなよ、私は恥ずかしい。
かしい海はよろしくね知らん顔するなよ知らん顔するなよ私は恥ずかしい海はよろしくね未来を奪うなよ未来を奪うなよ私は恥ずかしい横田と申します。よろしくお願いいたします。それではタンポポのボランティアの菊池照子さんにメッセージをお願いいたします。皆様お疲れ様でございます。タンポポ社ボラのボラをやっております菊池です。皆様の毎日の行動に感謝いたします。ありがとうございます。さて、以下のメッセージを読ませていただきます。処理汚染水放出差し止め訴訟原告団事務局長いわき市在住の、丹治杉江様からのメッセージでございます。読みます。今月の3月4日アルプス処理汚染水放出差し止め訴訟の第1回口頭弁論が福島地裁で開かれました。昨年8月24日に始まった東京電力福島第一原発の沖合1キロ地点から汚染水を海洋投棄することは原発事故を起こした国や原電による二重加害であり、原告363人で構成するアルプス処理汚染水放出差し止め訴訟の第1回口頭弁論で原告側は東電の実施計画や、関連設備の検査を合格とした国の処分取り消しのほか東電に汚染水海洋放棄の即刻停止を求めました。雪模様の寒い中で全国から140人余りの原告や支援者が地裁前に集まりました。法廷では漁師や海産物加工会社の経営者主婦らや4人の原告と3人の弁護士が意見陳述をしました。最初の原告陳述書は宮城県と境を接する漁師さん時々声を震わせながら私たち漁師は人知を超えた海に畏敬の念を持って接しています。宝の海は過去現在未来と引き継がれるべきもの。漁師は皆海洋投棄に反対しています。海洋投棄を容認すれば必ず大きなしっぺ返しを受けますと述べました。続く海産物加工業者はいかなる処分も関係者の理解なしには進めないとの約束は一方的に破られた民主主義の問題と訴えました。いわき市に住む放射性トリチウムだけでなく有害性が明らかな放射物質もごめんなさい放射物質も流される
のに何をもって安全と言い切れるのでしょうか。国や東電にはしっかりと答える義務があると思いますと被告席を睨みつけました。驚いたことに被告側の国の代理人は放出するのは汚染水ではなく安全基準に適合した処理水である、原告には嘘ですね、すぐに審判を終わらせることを求める、つまり門前払いをしろと決めたのです。次回の口頭弁論期日は6月13日の14時30分からです。次回の口頭弁論期日は6月13日の2時半からです。福島地裁です。以上、事務局長の丹治杉江様からのメッセージです。ありがとうございます。ありがとうございました。ございました。あの丹治さんはものすごいエネルギッシュで、いわきで伝承館を自分たちが作って、これは国や電力会社が作ったものではありません。本当の事実を伝えようということで、お電話一本いわきまで来てくださればすべてご案内いたしますというふうに言っておられました。どうもありがとうございました。では引き続きまして、タンポポのボランティアの渡辺真理さんに汚染水処理の問題、これは決して処理水ではありません、よろしくお願いします。こんばんは。今丹治さんのお話であったように、向こうではアルプス処理汚染水という言い方をします。要するにアルプス処理であれって処理したけども汚染水だなと、うちとってもいい言い方だと思うんですね。それで先ほどのメッセージの他にちょっと補足します。漁師さん の,、原告の人で漁師さんのお話です。政府は水産物の価格が下落したら買い上げて冷凍保存すると言って基金を作ったけど、俺ら漁師はそんなこと望んでいない、消費者からおいしいと喜ぶ顔を見たいから魚を取るんだ、税金をドブに捨てるようなことはやめてほしい、これが原告の方のお話なんですね。それでちょっと思い出しましょう。石原信晃さん、あの人中間貯蔵施設を建設するときにこう言いましたよね。結局金目でしょと、ね、あいつらあの方たちはお金が全てなんですよ。でそれに反してこの漁師さんたち、この原告たちは漁師としての人間としての誇り尊厳、これを大切にしています。お金なんて必要ないということです。なので、アルプス処理汚染水差し止め訴訟に、皆さんもご協力くださってありがたいなと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。私司会の方が大密をさっき申し上げました、訂正をさせてください。いわきの丹治さんが作ってやっておられるのは伝言館の方です。私は伝言館が当局側だっていうふうに申し上げたんですけど大間違い、ごめんなさい。丹治さんが頑張っておられるのは伝言館、権力側が作ったのが伝承館です。大変失礼しました。それでは福島からの避難者で大変理不尽なそういうような環境の中でずっと一家で戦っておられる鴨下雄也さん、お願いいたします。はい、福島原発被害東京訴訟原告団長、それから、東京都からの、避難住宅追い出し訴訟の被告団長にもなっております鴨下です。いわき市から東京に避難しております。今のアルプス処理水の、汚染水放出するなど、訴訟の原告にも、2人で、もう1人息子もなっておりますけども、家族でなっております。そのような汚染水ですね、これを、平然と海に流してしまうと、これはまさに、被爆安全キャンペーンの、一環といいますか、それが進んできた、一つの
成果、向こうに取ると成果、まあ、こちらとしては止められなかったというところあるんですけど、でも今からでも止めたい、まだ40年間、それも40年流して終わるかどうかも分からない問題ですからね、なんとか今からでも止めたいと思って訴訟をやっております。でそして、損害賠償を求める、訴訟、まあ、これもですね、私たちも本当はお金が欲しいわけではないんです。ただ損害が起きたということを相手に認めさせる訴訟をするためには、結局のところもちろん私たち現状回復してくれればそれでいいんです、放射能がなくなればそれでいいんです。ですけどそれはもう手段がないにもかかわらず、区域外なのに、放射線管理区域相当の汚染が今も残っていると、そんな状況はやはり、その損害を金に、換算して争わないと、裁判所から却下されてしまうので、そういう形での損害賠償を行っています。でその損害賠償の方ですけども、ちょっと今日時間をいただきましたので、その損害賠償 の現状と、それからあと被爆無害安全キャンペーンとの絡みに関してお話をさせていただきます。損害賠償の方ですが、私たちの訴訟は高裁の判決が出ました。不本意ながら賠償額は切り下げを食らってしまいました。それも理由も書かずに切り下げを食らってしまいました。本当に理不尽だと思っております。ですがそうは言っても東電側が常に主張している、払うべきものは払ったみたいな言い方ですね、向こう側は、原廃法原子力損害賠償法に倣って、これも加害者側が決めてるんですけども、中間指針の、まあ、最新だと第5次追放っていうのが出た、それに従って払ってるんだからこれで十分だということに関しては、全く覆せた、それでは全く足りないという判決が出ております。でそして全国で起きている、30、近くの訴訟でも、これに関してはほぼ、第5次追放では足りないと、向こう加害者側が決めた基準では足りないというのは、まあ、ほぼ一貫した、状況にはなっています。ただそんな中で私たちとしては、被爆をしたこと自体が被害だということを訴えています。ですからこそ今も避難が必要だと、放射性物質はなくなってないですからね、だから今も避難が必要だというのは当然のこととして主張しているんですが、残念ながらそこが、うまく通っていない。これの中でも、東京訴訟の特に地裁判決はかなり進んだ、形で私たちの主張、放射線被爆が、それは発病しなくてもっていう意味ですよ、危険であるということは、判決文の中で、かなり認めてくれているんですけれども、他の判決では僕そこの部分がほとんど抜けてしまっている。でこれはやはりですね、被爆無害キャンペーン、被爆安全キャンペーンが進んできた、結果でもあるんだと思います。で今の状況ですと、避難で亡くなった方はいるけれども、被爆で亡くなった人はいないし、被爆で病気になった人すら一人もいない、そういう主張の考え方のまま、進んできてしまっているんですね。で特にこれで問題だと思うのが、小児甲状腺がんです。小児甲状腺が300人以上も出てしまっている。しかもこれは、ほとんどが避難指示の区域の外です。避難指示の区域の外なのに、300人以上の、小児甲状腺がんが出てしまっていて病気になっていると。でこれは本当は小児甲状腺がんだけではなく、高血圧だとか脳血管障害とかいろんな病気が増えてるんですけども、ただ小児甲状腺がんは明らかに被爆のせいだって全てがですね分かるので、特にチェルノブイリでも、7年かかりましたが、それが、因果関係ある、原発事故のせいだということは認められたわけですね。ですが13年経っても、日本福島ではこれが認められない、結局裁判して認めさせなきゃなんないような状況に追い込まれてしまっている。私たちとしては被爆したことだけでも、十分被害なのに、実際に病気も出てる、そして明らかに原発事故のせいだろうという小児甲状腺がんすら認められない状況のまま、損害賠償に関する判決が下ってしまっているという、まあ、この状況に非常に危機感を持っています。でそしてそんな中で、この、あれですね、放射線の本当ですとか広報誌ですね、なんかちょっと黄色い表紙の、一時期かなり問題にはなりましたが、結局撤回されしないまま放置されてしまってますし、あと
その上塗りにするかのように、服毒本ですね、放射線被曝が安全であるかのような、誤解を招くような、服毒本を配って、そして教育をしようとしている、一般の人たちに対しては、大人に対しては、放射線の本当という、なんか、福島の、被害者に寄り添うかのようなスタイルを取ったもので、被曝が安全だと、言っている。そのような状況で、汚染水も、これはあの、処理はしていると言ってますが、いろんなあの様々な放射性物質が入っている汚染水を、これ安全だと言って捨てると、これ根は同じだと思うんですね。でそしてその、ね、同じ根の中で、この被曝が安全だっていう前提の下で、国策がいろいろ進んでしまっている。ですから今回の能登の地震ありましたけれども、これ避難経路がうまくいかなくてもいいだろうって僕は思ってるんでしょうね。あの被曝は安全だから今の方針としてもそうですけども、避難させると、被害者が出る、避難させるとそれで亡くなる方がいる、確かにそれは事実です。ですけれども、だったら被曝させてしまえばいいというひどい話になっています。避難させると確かに亡くなる方いるし、被曝すると危険なんだから本当は原発止めればいいだけのことなんですよ。ですけれどもそれをやらないために、避難もさせない、被曝させて被害が出てもそのまま放置する、無視するというような流れになってきて、これが私たちとしてはやはり非常に悪い流れが、向こうのいいようにされてしまっている。なんとかしてこれをひっくり返さなければならないと思っています。区域外ですと今はもう1ミリシーベルトは下回っている、年間で1ミリシーベルト下回っているところ多いですが、ただ占領目標値の 0.05 は全くクリアされていません、現状でもですね。ですから、ね、そしてそんなところで、小児甲状腺がんも多発しているという状況で、30キロ圏内の避難だけを検討すればいいんじゃなくて、60、70、80キロ圏の避難もしっかり検討しないと実際に健康被害が出ちゃうんです。今現に出てるわけです。ですから、30キロ圏の外側もしっかり声を上げて、そんな被害は、許されないと、避難させられない、避難ができないんだったら、被曝したくないから原発止めるしかないじゃないか、そういう世論を作っていきたいと思います。私たちも、頑張りますので皆さん頑張っていきましょう。ありがとうございました。鴨下さんありがとうございました。裁判は全国で戦われておりますけれども、本当に苦しい長い戦いです。鴨下さんこの前おっしゃいました、自分たちの支えになるのは応援してくれる皆さんだ、そして裁判の時に傍聴で来てくださる方が多ければ多いほど本当に勇気が持てる、そして必要な時に担保。私が今自分自身ができることは、この本当に支えになるんだったら傍聴動員みんなで声をかけて集まろうよ、そしてわずかでもみんなが看板を寄せようということで、私たちにもできることがあります。皆さん一緒に応援していきましょう。ありがとうございました。それではまたコールに入ります。宮口さんお願いいたします。皆さんコールご一緒にお願いします。はい、官邸に向かってください。原発はいらない、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 原発進める岸田はやめろ、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 地震の国に原発やめろ、地震の国に原発やめろ、原発やめろ、原発やめろ、福島事故は終わってない、福島事故の責任取れ、福島事故の責任取れ、放射能を海に流すな、老朽原発動かすな。
ました。ありがとうございました。宮道さん、あの綺麗な今日三日月にも届いたかもしれませんね。それではお待ちかねというか、突撃インタビューです。3人ぐらい回りたいんですけれど、1人2分あのこの集会は運営する側だけの問題ではなくて、参加者と一緒に作り上げたいと思っています。あらかじめ予定をされてるっていう方はいないと思いますので、これからちょっと回ります。目があったら目をそらさないでください。お先生を海にしないでいてもらえるようにする。ちょっとお顔にしてください。こちらからいらっしゃいましたか。この集会、これからもと参加できそうですか。頑張ります。ありがとうございました。高校からいらした方です。どうもありがとうございました。それではですね、今日いっぱいお魚の絵を描いていた方がいらっしゃいました。あの皆さんこれかわいいですよね。今日私初めてお会いしたような気がするんですけれども、どちらからいらっしゃいました。はい、川崎の中原区から来ました栗原と申します。今日で2回目です。なぜ崩れようになったかっていうと、友達の五十嵐さんがいつもここで太鼓を叩いてます。で、あのメールで見て、たまには自分でも行かなくちゃいけないかなと思って前回来ました。今日はもし五十嵐さんがいたら、みんなで五十嵐さんの太鼓に感謝のコールをしようって思っていました。私はあの最近はこれも書いてますけど、本来は野鳥写真家です。20年間野鳥の写真を撮ってます。で、仲間内でいつも言うんですけれど、戦争とか原発とか核兵器、これは鳥とか普通の生物はやりません。人間だけがこんなことをやってる、とんでもないことだと。世界の軍事費は年間300兆円とか、新聞に載ってました。この一部でもお金があれば、世界で貧しい人、ご飯が食べれない、栄養失調で死んじゃう、学校にも行かれないという人を、これで救うことができるのではないでしょうか。私たちのグループはここ6年間毎週1回、地元の新庄の駅で宣伝を行っております。核兵器なくせ、原発なくせ、岸田内閣やめろということでやってます。皆さん共に頑張りましょう。以上です。どうもありがとうございました。絵描きさんかと思ったんですけれども、とってもかわいい。ぜひ皆さん協力をして、1枚200円だそうです。ありがとうございました。それではですね、いつも素敵な歌でこの集会を盛り上げてくださっている、ちょっと一度音楽隊の方にインタビューをしたいと思ってるんですが、どなたでよろしいでしょうか。はい、どうぞ。音楽隊というよりは、ごめんなさい、あの先ほど歌の合間にちょっと話した福島のことをちょっとお話ししたいと思います。福島県議会の自民党議員から意見書が国に向けて挙げられようとしています。どんな意見書かというと、読み上げますね。教育現場におけるアルプス処理水の理解熟成に向けた取り組みの強化を求める意見書という内容です。これが提案されたそもそもの、きっかけはです、日教組の教研集会札幌で開かれた、そこで汚染水という名前をで教材を使った教育をしているという報告が
組合員、教祖の組合員から報告されたことに対して、産経新聞が7月29日の新聞で、汚染水の汚染水事業、日教祖は変更指導をやめよという記事を出しています。そのことに、その記事を取り上げて、自民党、福島県議会の自民党さんが皆さんで意見書を出してくれ ましただって、出しました、出し上がったと言いたいところですけど、はい。で、ですね、全文はちょっと長くて、ここは読み上げられないんですが、何があるかというと、 IAEA のね、なんて評価を、家電飲水のごとくお墨付きよくやるやるよって方で、科学的には立証されてるんだということをたら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 書いてあります。で、それで以下のことを提案するということで、そこだけ2項目提案されてるんで、そこだけ早口で読み上げさせていただきます。処理水の海洋放出は長期にわたることから、全国の教育委員会に対し、放射線服毒本はもとより、処理水について分かりやすい適切な資料などの活用について、改めて強く求めていくこと、に、出前授業の拡大や教員に対する研修を通しながら、放射線服毒本の活用を継続していくとともに、1台を利用活用した放射線服毒本の活用事例の、全国展開に向けた取り組みを強化すること、以上、地方第99条の規定により意見書を提出するということで、ここに放射線服毒本が、先ほど鴨下さんからも出ましたが、3回も出てます、この短い文章の中に。悪評高い放射能服毒本を使い、その他使って、子どもたちや大学生も含めて、高校、小学校にアルプス処理は安全だということを教育しろという意見書が、18日に福島県議会、19日が最終末なんですけど、18日に文教小老委員会だという委員会で決議されて、そこで採択されたら、最終日の19日に県議会を通ってしまう。通ってしまうと、それ国に上がってしまうと、もう国喜んでそれ採択しちゃうんじゃないかと思うので、もう大きな大きな、ここは反対運動していかなくちゃいけないと思っていますが、まずは福島で止めたいと思っています。18日、19日、福島県庁の前でスタンディングをするという予定になってます。よかったら皆さんも心で応援してください。遠いので来てくださいとは言えませんが、以上報告でした。どうも貴重な報告、坂口さん、ありがとうございました。共に頑張りましょう。それでは、1分間ずつの告知タイムに入ります。5人の方、申し込んである方、マイクのところに全員お集まりください。集まってます。1人増えましたので、ではお願いいたします。はい、真ん中行って。1番目です。散歩歩者の坂東です。散歩歩者 の学習会のお知らせを簡単にします。1分間。今日お配りした金曜日ラジオも入ってますけども、4月6日の土曜日、山崎ゼミ能登半島地震から見える日本の原発の危険問題点というの、その2に当たります。2月10日にバッチリやりましたけれども、それからもういろんなことが分かってきてますし、あれもこの問題、これも問題っていうのも分かってます。それですので、山崎さんに2時間たっぷり学習していただいて、その後皆さんと質問等やりたいと思います。それですので、4月6日土曜日、がっちり学習したい方、ぜひスケジュールに入れておいてください。今日の金曜日ら、まだお持ちでない方、配ります。はい、ありがとうございます。松戸で青木美希さんの講演会を行います。4月14日日曜日2時からです。場所がちょっとね、松戸の小金原市民センターというところなんですけれども、
なかなかいい場所が取れなくて困っております。小金原市民センターというのは私が住んでいる北小金からバスに乗っていくところでございます。で4月14日日曜日2時からです。青木美希さん本がねもう4冊のお呼びいたしますので、よろしかったら資料代500円いただきますが、学生子どもさん無料でございます。来られる方は4月14日日曜日お願いいたします。ありがとうございます。はい、隣の東海第二原発首都圏面談会からのお願いです。今日ですね、皆さんの方に防潮堤問題のチラシが配られていると思います。このチラシは2回目のチラシです。で今ですね、日本原電は9月再稼働に向けて、防潮堤の工事を行ってます。ただ問題はですね、昨年の10月工事関係者の内部告発で発覚してるんですが、重さ4600トン、長さが横がですね80メートルの巨大な鉄板を支える2つの支柱で、安藤波佐見の工事で非常に重要な箇所がですね欠陥が発覚しています。で今日本原電はこれについて規制に補正書を出してですね、なんとか補修しようとしているんですが、この学習会を、私たちの学習会をですね4月の25日の木曜日、6時から8時半まで担当者で行います。翌日の金曜日は実はこの鑑定前行動なんですよね、金曜行動、連日で申し訳ありませんが、非常に重要な問題ですので、私たちはですね、この工事の概要とかですね規制とのやり取りについて理解を含めて、6月の一斉行動でですね首都圏一帯全国でこの問題を、原電追及の最大の問題としてですね、皆さんに、市民の皆さんに訴えていきたいと思います。工事が終わらなければ再稼働できないということを言ってますので、ぜひ学習会にご参加ください。25日の木曜日6時から担当者で行います。以上です。当然前の行動の告知です。少し時間取って、3.11 以降安全神話、原発の安全神話が崩れた。しかし被爆のした時の放射線の安全神話というのはずぶとく生き抜いてきた、死んでなかった、これが今出てきてます。そういうことに対して私は非常に頭が怒ってます。 ICRP ですら放射線に安全量はないという勧告はもうすでに出してます。皆さんご存じだと思います。そういうことを考えると、一刻も早く原発をなくす、そういうことにつながるんです。それといつ地震が来るか分かりません。東京も関東大震災で房総半島の突端が2メートルも隆起した、こういう記録もあります。海溝地震だけじゃなくて活断層地震というのはとても怖いものだということが能登半島地震で分かりました。一刻も早く原発をなくしましょう、そういう気持ちで、4月3日水曜日と、これ皆さん見てください。第、127回東電本店合同抗議、その前段に、69回日本原電本店抗議行動が予定されています。水曜日です。皆さんどうぞこれに詳しくはこれに、金曜日に書いてますので、参加してください。以上です。すみません、福島原発被害東京訴訟の鴨下と申します。私たちのような区域外避難者、母子避難者と10家族が出てくる映画が作られました。4月の12日から吉祥寺のアップリンク吉祥寺で上映されます。決断というタイトルの、映画で阿比古渉監督が作ってくださった映画です。私最初母子避難でしたけれども、この映画の中にはたくさんの決断が出てきます。避難するかしないかの決断、福島に戻るか戻らないかの決断、離婚するかしないかの決断、さまざまな決断が出てくる映画です。私も13日の日は監督と一緒にトークイベントさせていただきます。13と、14
20と21日は私現地でトークしますので、25日まで12日から25日までやってますので、ぜひ吉祥寺のアップリンク吉祥寺まで来ていただければ嬉しいです。全国で今後公開してきます上映会等を企画していただいても助かりますので、ぜひよろしくお願いします。その直後4月の22日に私たちの裁判一つありますので、この人の追い出され裁判ありますので、傍聴もよろしくお願いします。以上です、ありがとうございます。映画のチラシあるの？今日ないんで今度持ってきます。脱被爆実現ネットです。子供脱被爆裁判今最高裁に上告中です。私たちは19日にこの3ヶ月くらい19日に最高裁に、とにかく子供を被爆から守れる判決の内容、そのことを出していただきたいということでアピール行動をしております。19日16時から最高裁でアピール行動をいたします。それからこの判定前でもその後に17時半から行います。それからもう一つアナウンスさせてください。先ほどチラシをお配りしております。福島原発事故のと地震からの教訓、最悪の事態に備えて私たちにできることということで、講演会とディスカッションを来る3月31日日曜日に田町の田町駅 JR 田町駅から5分ほど歩きますけれど男女平等参画センターというところがあります。そちらでこの講演会ディスカッションを行います。参加講演者は弁護士の柳原俊夫さん、それからジャーナリスト、福島在住のジャーナリスト相原ひろ子さん、この能登半島地震でも能登に入って取材してきております。そのようないろんな情報を話してくれると思います。それからメルボルン大学、オーストラリアのメルボルン大学の教授であります小川明弘さん、お三方も集まって講演とディスカッションを行います。どうぞ3月31日よろしかったらお集まりください。どうもありがとうございました。本日は以上6名の方々にこちらコーナーで重要なお話をいただきました。ありがとうございます。それでは終わりのスピーチをムカサさんにお願いいたします。はい、今日もお疲れ様でした。福島事故から13年経ちました。私も13歳年を取りまして、多分皆さんも13歳年を取ったと思います。地下鉄の階段を登ってくるのが大変で、もう本当に、やっとここへたどり着いているような思いです。私たち一人一人の行動って本当に小さいですよね。でもバタフライエフェクトって、まあ、番組ありますけど、蝶々の効果っていうそうですけど、蝶々がちょっと羽ばたくだけで、遠くで竜巻が起こるぞっていう話があります。私たち本当に蝶々の羽ばたきぐらいしかそれぞれ行動できませんけど、みんなで羽ばたくことで、原発を吹き飛ばしていきたいと思います。皆さん今日はどうもありがとうございました。一緒に頑張りましょう。どうもありがとうございました。蝶々の羽ばたきって綺麗ですね。頑張りましょう。それでは最後に元気よくコールを行いたいと思います。小田さんお願いいたします。はい、それでは、13年の 3.11 の思いを全てぶつけていきたいと思います。いらない、いらない、原発いらない、いらない、いらない、岸田もいらない、いらない、いらない、福島事故は終わってない、福島事故は終わってない、能登震災は最後の警告、避難計画は被爆計画だ、福島事故を繰り返すな、福島事故を繰り返すな、全ての原発
再稼働をやめろ、再稼働をやめろ、核ゴミ増やすな、死の灰増やすな、核燃やめろ、再処理やめろ、岸田はやめろ、原発やめろ、戦争やめろ、武器を送るな、原発いらない、子供を守れ、命を守れ、原発いらない、すべての原発を直ちに廃炉にしよう。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。本日の参加者は122名でした。皆さんご協力ありがとうございました。来月はいつもあの第3金曜日なんですけれど、総がかり行動がぶつかっておりますので、私たちの方は1週間延期をして26日、はい、4月26日金曜日の夜。おお、これは延期がいいですね。チェルノブイリかしら。はい、ではあの来月4月26日午後6時半からこの場所でお会いしましょう。参加は次回ご報告させていただきます。今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。